矢岳は、常緑多年生の竹赤の植物。竹とついているが、成長しても川が間を包んでいるため笹に分類される。種名は、矢の材料となることから。本州異星原産で、四国、九州にも分布する。別名ヘラ岳、忍べ、ヤジの、忍め。葉根茎は地中を横に生え、その先から荒毛のある皮を持った円筒型で中空の茎が直立。 茎径は5から15ミリメートル。茎上部の節から各一本の枝を出し分子する。節は、流気が少なく、石管が長いので矢を作るのに適す。竹の皮は石管ほどの長さがあるため、見える管の表面はわずかである。地下径は遠くへ走らない。全長2.5から4.5メートル。葉は無毛、大型で。 長さ20から30センチメートル、戦力色で先端が下水、い、五星、分子した角枝先に3から10枚つく。両面は緑色で、滑らか、角質で、裏は白六色、先の尖った卵長細型あるいはハヒハリ、長径、平行脈で、肺炎はざらつく。幼少は、角質でゴ毛が荒い、耐火用は、線形で先が尖る。稀に、 左薬地形を有する。夏に緑色の花が咲く。花形は0.3から1センチメートルで茎に枝の長い円錐花序中軸から小柄を出し先に小歩数個つける。小ボは2列の花約10個からなり、花小枝に密着。花側は針長形で1.3から1.4センチメートル。森へは卵形で16から17脈あり、うちは短く背薔が2本。 おしべが3から4本。昔は、矢軸の材料として特に武家の屋敷によく植えられた。現在は、庭園だけとして植栽され、盆栽にも向く。矢のほか、筆軸、釣り竿、キセルノラウ、装飾用窓枠に利用されている。ありがとうございます。